天安門事件の元学生リーダーが語る中国の未来パイプ34年後の現状と若者の戦い。皆さん、こんにちは。私たちは今、中国で起こった重大な出来事についてお伝えします。今回は、天安門事件の元学生リーダー、ウアルカイシさんのインタビューを通じて、中国の現在と未来について深く掘り下げていきます。 34年前、天安門事件は民主化運動の象徴となりましたが、果たして中国はどのように変わっているのでしょうか。早速、ウアルカイシさんの言葉をお届けしましょう。こんにちは、私はウアルカイシです。今の中国は、閉鎖的で反対意見を抑圧する方向に向かっています。1989年、北京の天安門広場では、 自由と民主主義を求める学生たちが集まりました。ウアルカイシさんは学生リーダーとして民主化運動を率いていましたが、中国共産党の指令によって事件は鎮圧され、多くの人々が犠牲となりました。あれから34年、中国共産党は決めたのです。中国を北朝鮮のように人民を抑圧し、閉鎖的で権威主義的な方向に進めることを、 去年、ゼロコロナ政策への抗議から発展した白紙運動では、若者たちが習近平指導部を批判しました。若者たちは今、知識人として街頭に出ることはないでしょう。しかし、個人の自由を追求することに強い思いがあり、新しい運動を起こすと信じています。天安門事件後、ウアルカイシさんは祖国を離れ、台湾で暮らしています。 彼は台湾の民主化を希望の兆しと捉えています。ウアルカイシさんの声、台湾もかつては権威主義的な政府でした。しかし、民主化が実現できたことは、自由と民主主義を志し追求する強い決意を証明しています。天安門事件については聞いたことはありますが、詳細はよく知りません。 中国は国民の自由を奪い続けることはできないと私は信じています。いつの日か、中国は開かれた自由な世界の一員となるのです。皆さん、ウアルカイシさんからのメッセージはいかがでしたか ?34 年前の天安門事件から中国は変わりましたが、いまだに自由と民主主義への道は険しいようです。しかし、若者たちは希望を持ち、 自由を求める戦いを続けています。中国の未来がどうなるのか、私たちも注目していきましょう。本日は天安門事件の元学生リーダー、ウアルカイシさんの証言をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。引き続き、私たちのチャンネルで最新のニュースをお楽しみください。では、また次回お会いしましょう。